それではですね、こちらのチー太陽のパッドの上にこちら、はい、それではですね、こちらのチー太陽のパッドの上にこちら充電器を置いてみたいと思います。いきます。はい、点灯しました。ちょっと見えづらいんで起こしますね。はい、このようにですね、置くだけで充電がスタートします。で、これを機械から離すと消えます。置くと充電がスタート、取ると充電が終わるという感じです。で、側面のね、この見えづらいって言っていたところはですね、いろいろ配慮してるんだと思います。逆に今ここね、うっすら赤く光ってると思います。この右側のこの辺がね、グリーンに変わるんで見ててください。置きます。はい、今右側のこの辺が緑色で点灯しているのが分かるでしょうか。ここね、この辺うっすらと。ほんとこれあくまでもモニターなんでしょうね。で、これを外すとこちらの赤に移動すると。もう一回置きます。奥、はい、もうすぐに変わって充電が開始、離す、左側の赤いランプに変わる、置くと充電開始で、もちろんこちらも充電開始になっているということです。で、あとはもうこれ置いてるだけで充電が終わると。QI チーというのはこういう便利な商品ということです。なのでね、もうこの例えばこのバッテリーに関しては、今みたいに電池がなくなったらこれを入れて電池このパッドの上に置く、充電開始みたいな。で、例えばチー対応の携帯電話であれば、携帯電話を置けばこれで充電が開始されるという仕組みになっております。なので、これはこればかりではなくてですね、チーといって、この QI と書いてあるこのロゴですね、この QI 対応している機器であれば、全てここで充電が可能ということになります。ちなみにこれね、こうやってどっちの方向でやっても基本的にちゃんとこのマークの上にいれば、充電が常に、されてるって感じです。これちょっとずらすとね、こういう感じで消えます。で、中途半端なとこに置くと、したりしなかったりっていうのを繰り返してですね、ちょっと熱を持つっていう注意書きも書いてあるんで、ね、基本的にはこのチー対応のこのマークの上のところに、しっかり置くようにした方がいいかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ですね、商品詳細をご覧いただきましたけども、本当にね、便利ですよね。置くだけで充電ができちゃう。これ、こんだけ今ワイヤレスね、無線化が進んで、インターネットももちろんワイヤレスで、Wi-Fi でできて、いろんなものがね、線をつながなくてできる時代に、このパッドっていうか、こういうね、地位の規格のものが、流行らないのが不思議だなっていうぐらい、すごい便利だと思いました。で、今回のこちら、ラブパワーさんのね、商品提供いただいたこちらのちっちゃいパッド、ちょうど手のひらサイズぐらいになります。こういう感じの、こういうのね、デスクの上に、パソコンデスクの脇のとことかに置いといてもね、邪魔にならないサイズですし、この質感がなんせいい。もうずっとなんか触ってたいね感じ、シリコンのね、ベタベタしない感じで、私みたいなヌルヌルの人でもこう指紋がつかない、サラッとした感じのね、このゴム質感が何とも言えない。まあそれはさておいて、まあ何点か気になった点を申し上げると、ここの充電、先ほどね、こうちょっと手で隠してもやっと見えるかぐらいのこのランプ、モニターのね、これがね、逆にパナソニックさんのはなんかピッ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 ってこうやって変なね、このいかにもこう充電今しますぜっていうようなね、感じの表現がされたりするんですよ。だけどあれはなんか暗い部屋とか夜寝るときに眩しいっていうぐらい明るいらしいです。目立っちゃって。で、それにと対しては逆にこんぐらい、さりげないぐらいの明かりの感じで、とても配慮されてるなと思うんですけど、ちょっと配慮されてるレベル以上に暗いんですよね。だからね、見えない、正直。だから私はこれ、商品レビューするにあたってっていうのももちろんですし、この商品を使うにあたって説明書端から端までしっかり読んだ上で、あ、なんだ、ここに
確認用モニター LED がついてますって書いてあったんですよ。なるほど、でも最初こう見た時どこもついてないなと思うぐらい暗い、言われなきゃ気づかないぐらい暗いです。なんで、ね、ここは、ね、もう少しだけ明るくてもよかったんじゃないかなって思いますね。だからまあこういうものであればね、例えば携帯電話も置けばピロッつって、充電開始されたあの電池のところのマークが雷みたいなマークになったりいろいろあると思うんですけど、まあこれもね、置けば、ここのモニターランプ、充電中のランプが光るんで気づくんですけど、そうじゃないとね、これわかんないよね。っていう感じ。っていうのがちょっとね、まあせっかくついてるんだったらちゃんと見えた方がいいんじゃねえかなと思いました。あとはこのきしめのケーブル、まあコネクタ部がねなるべくない方がいいんだろうけど、ここは外せるといいかもしれないですね。例えば USB のマイクロ USB、 そうすれば例えばこんなにコード長くなくてもいいよっていう人であれば、ここがマイクロ USB になったら短いねマイクロ USB のこう例えばパソコンの脇にね、本当ノートパソコンの脇に置いてピュッと挿してこんぐらい短いUSB ケーブルでもことが済むんだけど、これはもうこの一体物になってるんで2メーターぐらいあるねっていうのがあるんで、まあ、この辺がねもし、できたらここがマイクロ USB になって差し抜き差しできるとか、あとは逆に言うともうここまでしたらもうこのパッドだけ売るとかね、もうここはマイクロ USB の処理にしてもらって、ここのパッドだけ売る、そしてご自分のマイクロ USB を持ってる方のマイクロ USB を挿して、給電して、充電できるっていうチータ用のパッドにするっていうのもいいかなと思いました。はい、まあなんか逆にねこう穴を探し、いつも思うんですよ、ラブパーザーの製品で穴を探してやろうと思うんですけど、基本しっかりできていて丁寧な作りをしてるんで、逆に今みたいなね些細なことしかないんですよね、突っ込むところが。あとね引き続きなんですけど、ちょっとね、日付が何日間かかかってしまうかもしれないんですけど、このチータ用のですね車用っていうのも今回商品提供で送ってもらってます。このような商品、はい、これはね車のね吸盤でつけて車のに置いて、充電できるスマートフォンとか等々こういう機器が充電できるっていうチータ用のワイヤレスチャージャーを、こちらもご提供いただいてますんで、今回のね機に、ちょっと車の方でもちょっとそのチータ用の動画を撮らせていただきたいなと思っております。こちらの方はねまずちょっと時間がなくて、使用させてもらえてないんで、近々、使ってみてレビューさせていただきたいと思います。あとそうそう忘れてた、これケーブル一体型でで私、ちょっとね、風評を言いましたけども、これケーブルを束ねるねこうベルクロがついてたりするんでね、こういうところはね親切だなと思います。これはプラスのポイントじゃないでしょうか。はい、以上ムチ TV のムチでした。チャンネル登録もお願いいたします。